こんにちは、バーズの高田です。今回もハッサンとプロになるためにというシリーズでお話をしていきたいと思います。で、今回はですね、結構まあ皆さん好きなその進路についての話をしていきたいと思います。で、今日はですね、なんとテーマがとにかく強豪を目指せと、そういうテーマでお話をしていきたいと思います。で、僕だったりとか僕らって、まあ、以前はまあ、そういう強豪チームばっかじゃないんじゃないみたいな話をして、真逆のこと言ってんじゃねえかと、でそういうコメントもね、普通に想定できるので、あらかじめ言っときますけど、物事って結構状況なんで、ある状況にいる子はこうの方がいい、ある状況にいる子はこうの方がいいっていう、要は個別的なんですよね、選択っていうのは。なので、その一貫してないとかじゃなくて、いろんな物事の考え方があるっていうことを提示してるだけなので、そこら辺はご理解いただけたらなというふうに思っております。で、LINE アット概要欄から登録してください。していただくと、ハッサンのメンタル系、もしくはサッカー系の動画2つプレゼントされます。で、ハッサン今大宮であったりとか瀬谷であったりとか稲城でサッカーコーチやったりとか、まあ、あとサッカーのパーソナルコーチ、メンタルコーチで、チームビルディングとかですね、ちょっと多岐にわたる活動をサッカーの育成の現場でやっておりますので、興味ある方も LINE からお問い合わせいただけたらと思います。では進路についてお話ししていきたいと、はい、まず強豪に行けと、はい、これはどういう考えですかね。まあ、プロを目指すなら強豪校で目指すのが一番早いですよね、やっぱり。それは指導者だったり周りのチームメイトの話ですかね。シンプルにそういう強豪校ってやっぱり、まあ、見られる関係値ももちろんあると思うし、仲間もレベルの高い仲間が集まってきてる。だから僕、リュウケの場合だったら、まあ、僕たちがそうなのかも分かんないですけど、150人いる中で部員があるから試合出れる出れないとかじゃないですよね、もうその中で出れないやつがプロになるわけないじゃんっていう世界観だと思うので、そういった意味では強豪校はすごいありかなというふうに思います。そうですよね。だからある意味環境が人を作るじゃないですけど、まあ、高い基準の中でプレーをすることによって自分の基準もどんどん高まってきますから、まあ、そこに能力を合わせていかなければいけないというところで、まあ、そういう環境ではあるのかなというふうに思います。で、あと思うのはやっぱりそのセレクションにしろ強豪校入るためのものっていうのは、まあ、人から評価されるわけですよね。その評価慣れみたいなのもしといた方がいいかなというふうに思ってて、でサッカーが上手いから上行くのもそうなんだけど、まあ、極論的に言うと評価されるから上行けるわけですよね、順序的には。なので、その評価されるのはどういうプレーなんだろうっていう、まあ、ある種その監督の戦術だったりチームの要望みたいのに合わせていけるセンス選手で、その感覚を養うためには、まあ、強豪校行った方がいいし、でそのためにセレクションを受けるっていうのはあまり悪いことだと思わないと思いますね。そうですね。まあ、やっぱり評価受けるっていうのはだし、まあ、ライバルがいるって、まあ、もうプロを目指してるであれば当たり前のことになってくるので、やっぱ当たり前が結構まあ人を作っていくので、自分の当たり前って全国に出ているとか、プロになっているとか、まあ、なんかプロで活躍しているっていうところによると、やっぱその当たり前の水準が高いところを選ぶっていうのが、まあ一番いいのかなっていう感じ。そうですよね。特に J 株だと、まあ人ね、トップが同じ環境で練習をしてたりとか、で、あとはね、自分の先輩がもうじゃあ来年西登録らしいよとか、トップデビューするらしいよとか、そういう環境にいれば、まあ自分のマインドもね、少なからずそういう風になっていく、でそういう人が何人もチームメイトとしているわけですから、まあ練習とかの強度はめちゃくちゃ高くなる。僕もだからベルディ時代結構ジュニアユース中学生の時監督だった人がそういうすごい方でお世話になった方で、練習とかの意識はめちゃくちゃ高かったですね。僕小学校は普通の町クラブから行ったんで、まあ、練習中普通にしゃべるんですよね、友達と。でも中学1年生の時から入った瞬間から誰一人練習で何も喋ってなくて、でちょっと喋った時にチームメイトから注意されるみたいな、お前なんで喋ってんのみたいな。でそういうのを結構カルチャーショックじゃないけど、あ、こんな基準でやるんだっていう、あれはベルディ入って最初思ったことですね。だからミーティング中も監督からやっぱ目をそらせなかったし、でどっかよそ見してようもんなら
それでプロだったらそういう態度通用しないよっていう環境でしたから、うんうん、まあ、基準は明らかに高いですよね、うんうん、そうですね、やっぱりその基準がすごい高いっていうこと、うん、で、まあ、あとはまあ強豪校って大体グラウンド持ってると思うんで、うん、その数多く練習できるっていう、例えば自分が少々実力的に劣っていても、うん、練習量をこなしていくことによってその3年間でひっくり返せれることは特にあの余裕で可能なことなのかなっていうのは、うん、まあ強豪校の良さかなと。そうですね、まあ大体強豪校になれば、まあ、例えば最終が、まあ、大学でも、まあ、高校でもいいですけど、うん、あの大体一学年多いところだと 2,3 人は毎年プロになりますからね、うん、でその枠を勝ち取れるかっていうところは強豪校にいた方が確率は高いのかなと思いますが、これどっかで話したと思うんですけど、それなりにやっぱ厳しいですよ強豪校に行って。だからそれと反対のことを前話したのはそういうところで、うん、でもただやっぱり、うん、高い基準でずっとやり続けて伸びていくっていうのも、うん、それはそれで多いわけで、まあ、そういう可能性としてもなくはないなと思ってる感じですね。まあ今のね、情報がいっぱいあるんで、うん、監督にうちの息子は嫌われてるんだとか干されてるんだみたいなことあるんですけど、うん、まあ要は強豪校ってプロと似てるような環境の一個であるってことは、うん、あの代わりがいくらでもいるっていうことなんですよね、うん、お前が、まあ、僕も本当ですけど、お前点取ってなかったらいくらでも代わりいるぞっていう状況ですし、うん、お前は何ヶ月で何点取ったんだっていうようなことって言われ続けてたんで、うん、まあやっぱそういうのはプロと似てる環境ではあったかなっていうところですよね。だから本当に取って変えられるんですよね、うん、ものみたいにまあでもそこがまあ当たり前の基準の高さ、うん、まあそれがまああの強豪校の強み、うん、いつ自分がメンバーから入れなくなるかわからんっていう状況は、うん、やっぱりプロと似てる環境なのかなっていうような感じがあります。そうですね。うん、そう。だから、何度も言うようにきついです。めちゃくちゃ辛いです。でも逆に言うと、だから成長する可能性があるんですね。うん、きつくて自分とも向き合うし、うん、よりアピールするために何をすればいいってことを本当に考えるんで、うん、そういうチームにいることは、本当に強い意志を持ってやれるのであれば、うん、もう早ければ早いほど強豪チームに入って、うん、早い年代でプロになっちゃった方がいいですよね、うん、それは。そうですね、結構なんで、なんていうんですかね、子供たちにもね、やっぱその乗り越える力、解決する力がやっぱり必要になってくると思うし、うん、まあ、なんか最近聞いたあのところ の, あのチームさんだと中学校でそのあんまり良くない行動をしてる子がいるから試合に今使ってないんだけど、うん、怪我人が出たから使ったみたいな、うん、使わざるを得なかったみたいなことがあって、うん、あの強豪校だからだと怪我人何十人出てもいっぱいまだいるそういうことは絶対ないので、本人が絶対そうですね、自分で実力で勝ち取らないと試合には出れないっていうことが絶対起きるので、うん、まあ、本当にやっぱ強豪校の方が、まあ、そういう意味では大変、うん、なんですけど、まあ、なんか最近本当に思うのはそんなレベルの高いっていうか、あの競い合う環境の中で本気でやっぱりやってたからこそ結構一生の友達できるなとも思ったりは、うんうん、地元が一緒だから、はい、同い年だからみたいなことではなくて、なんかいろんな地方からね、強豪校だったら集まってくると思うし、うん、そんな中でまああのサッカーしなかったら出会わなかったようなやつらと、うん、そういうふうにやっていくことって結構一生の友達できたなっていうのは、はいはい、まあ、実際のあの今僕の感想ですね、うん、そうですね。でこれも前どっかで話したと思いますけど、もうじゃあ目標は高く持つのであれば、うん、世界で活躍する選手になりたいと、だからもう16、7からは、うんうん、もういわゆるスカウトの目に留まってて、もう、うん、じゃあどれ取ろうかなってなってる状態の候補になってなきゃいけないわけじゃないですか、うん、じゃあそれが16、7だとして、うん、今見てらっしゃる選手が何歳かわからないですけど、16歳まであと何年ありますかっていう話なんですよね、うん、じゃで仮にじゃあ12歳だとしてももう 4,5 年ですよ、うん、ってなったらもうその状態に仕上がってなきゃいけないですよね、うん、だからそういうところを目指すのであればなるべく早いうちから、強豪チーム J 株とかには入った方がいいと、うん、そういうお話でございました、
いつも通り、意見とか感想とかね、次こんなこと話してほしいっていうことがあれば、コメント欄に、いただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。